こんにちは、あるいはこんばんは、世帯にワンドです。深夜ネタ第2弾です。まあ、院長にここでこそね、タイマン動画なんでね、ここでこそ聞いてみようってやつですね。じゃあ質問ですか、ネタの方ですね。ネタ振りお願いします。2023年から僕のキャラ方向性をどうしようか。むずいね。むずいんですよこれ。2023年確定で出るやつだね。じゃあこれはそうなんですよ。言っちゃったからね。ちょっと言っちゃったんですよ。はいはいはい、もう年末年始、あれ年始の動画ですよ、ね。はいはい、あれ年始だっけ。あ、そうだね、年始だね。明けましておめでとうございます。はいはいはい、もうご覧になったかと思いますけど、うん、そうなんです。だピンクキャラ卒業でしょ。どうなのかなっていうのはね。やっぱ いたものの、どうなのかなっていう、うん、チェルシーが、はい、こう下ネタを使いこなしたいんですっていう取ったっていうのはね、聞きました。そうのを取ったんですよ。直接的な名称や、はい、もうなんかグロですよね。もうグロ、そういう感じで思いっきり直球で言っちゃうんですよ、はい、チェルシー。そう、チェルシーは、はいはい、でなんでそういうことを、ね、そう怒られてるじゃん。あいつはだから俊也が怒られなくて自分が怒られる理由が分かんない。あ、だからあのね、下ネタの中からチョイスするからダメなんだよって。はいはい、うちらはどっちかっていうと考えさせたい方じゃん。俺なんか特にそうじゃん。考えさせた結果それ下ネタでしょってこうなるのに持ってくのを損なっていいんですかってことなんですよ。はいはい、どうですか。まあ、俺がやるしかないなってなっちゃうんですよね。はい、決意の顔出ました。そうでしょ。まあ、そうなっちゃう。で誰ができんのよこれ。このポジション、デジタルタトゥーを恐れないこのポジション。だからさ、そうですね、ゴー君とかはシンプルに事故るの。そうですね、そう、なんか下系行こうと思ったらシンプルに事故る。やっぱそこちょっと回転がちょっとあのちょっとなんだろうな、ブレインフォグのせいにしようか。回転がちょっといまいちだから、そこら辺の。だからなんかたまに面白いことちゃんと言えるんだけど、ちょっとそっち系行くと大体事故るの。そうですね、放送できません。ただまあそこはまだギリこう花火とかで済むんだけど、チェルシーの場合流せないっていうのが多い。もうあの品性下劣なんですよ。もうその一応さ、何でもあり系の生態のチャンネルだけど、ちょっとお前それ違うだろってなって、でまた大体説教されるけど、なんで怒られたかがわからないまま生きてるんですよ。だからゴークの回転数のこっちを回転数の話をしたけども、あいつ無回転。無回転シュートです。こうで、こ俺の心がこう揺れてストンって落ちちゃう、そういう状態なんですよ。だからまあそれを分かった上と、あと編集でここでしょインチョっていうのがあるじゃない、ここで花火でしょっていうのがあるじゃん。じゃあ分かりました。今年の目標は最初にこう顔に出ないっていうのを目標にしておこうかなと。むずいなお前、言いたくなっちゃう。言いたい顔する。これなんで。あのひな壇芸人がさ、ここでここでっていう顔をしてんのよ。そう、言いたくてしょうがないですよ。言いたいんだ。そう、言いたいのを、はいはい、じゃあ今年は何回我慢できるかっていうのをチャレンジしておこうかなと。2023年は動画撮りやすいのも編集しやすいのも3人がやりやすいんだけど。そうですね。それで、だお前金曜じゃん、はい、撮るとしたら。そうするとさ、あのまあ、春ぐらいになったらさ、レッドがいるわけよ。そうですね。で、それで、レッド、お前、今なんで言わねえんだよって多分なるよ。いや、多分その顔出るよ。いや、あれ無意識なんですよね。違う違う。それで、あ、今これじゃん。あ、これじゃんってこう なると思うの。こう、俺多分ね、やってる時多分、体勢大体こうなってきてるんですよ、ね。斜めになってくる。斜めになってくるんですよね。こう、前のめりが斜めになってくるんですよ、ね。それで、こう多分説教始まると思う。おいレッド、お前そこ違うだろうみたいな。でポンって出すと思うんだよ。でもあいつは別角度で来るんで、うん、ちょっとなんかあの趣味は違うよね。そうなんですよ、うん、それはね面白いんですよレッドは。まあね、そう。でもやっぱ花火は上がんないと思う。頑張りますか。じゃあ2023年、いや、いっぱい用意したもんだと俺、ナスイって。そうですね、動物園3カ所行ってんだよ。そうですね、動物園が2カ所と牧場1カ所行ってんだよ。いっぱいあるから素材が。次来るスタッフはそういうのをちょっと期待したいですね。そうね、だからアッキーがさ出てって入ってきてね、その時ね、ちゃんとあのこう募集したら、そうですね、来てほしいんだけど、まあ、来たらどんないい下ネタを出してくれるか。そうですね、そこを期待して人を選んじゃダメだと思う。技術でしょまず。だからまあキャラはまあある程度キープですよね。じゃあキープでいきましょう。結局さ
それの出し方もさ、上手くなっちゃったじゃん。変な話。まあ、もう 3年ですか、YouTube、いやいや、2018年からやってる。18年からやってるんですか。そう、18年からやってる。もう4年もやってるんですか。そう、4年もやってんのよ。4年もこんなことやってんのよ。でそしたらなんか上手くなっちゃったじゃん、やっぱ。そうですね。で、お前も好きじゃん、ドッパーって花火上がったの。そう、まあ、嫌いじゃないですか、ね。そうでしょ。だから、で、こう、ユアンドー TV はこう、健全な運営を心がけて、心がけてねえから、みたいな。あれを、あれで始まったよっていう感じだと思うわけ。そうですね。そう。だからね、こう、動物もいっぱい撮ってあるから、やっぱ癒し動画になりますから。せっかく。急に、ね、言わないとやっぱ俺はダメなんだなっていうのはそうだね。そういやね、自尊心が保たれないのかもしれないです。もし言わなきゃ保たれない。恥ずかしいことしてるんだけど恥ずかしめられたいんです。逆に YouTube 上だと一周回ってもう、あ、もうね、逆にそうそうそう。だからこう結構あのエロとかに厳しいから YouTube。 そうですね。だからこそこうやっぱドカンとこう行きたいじゃん。ピンティンとか、うん、それ今何ですか。今の何ですか。今、下ネタだったの今。なんて言ったの今。あティンティンとか、やっぱ自分でこう、なんか。ティンティンだったらギリオッケーです。あ、ギリギリ、うん、ギリ。で、そう、ギリオッケーで、その後に言い直したのがカット入ってた。それが、じゃあ、シュンヤがそれをやって、はい、で一番困るのがね、あの、ゴー君と撮るときなの。あいつのグロがさ、そのまま飛び込んでくるやん。言おうとこう、かぶして、かぶしてってなって、来たがるじゃん、あいつ。あ、今いいんですかみたいな感じでさ、結局さ、あれね、こう、みんなね、見てるとね、気づかないと思うんだけど、実はね、その後にひどくなっちゃって、あの、結構、数分カットされたじゃん。説教とか入って。だから使いこなしてくださいよ、キャラを。逆に。そう。だから、伸ばしてよ。あ、長所を伸ばせ。そう。あ、そう。長所は大胆さでしょ、言い方変えれば。長所だったのか。だ、いや、これじゃあコメントください。あ、そうっすね。うん。俊也先生のピンク爆弾はもういらないと思うのか。もうやめてくださいと。真面目な話で終わらせてくださいって。そういうんだったらそれでもうちょコメントください。だから花火どんどんがいいのか、それともこうだ路線を変更して基本的にはこうクールに行くのか。似合わねえな。似合わないな。似合わないね。クールってやっぱこう。なんか青いイメージあるけど、やっぱお前に青はおかしいもん。青とピンク混ぜたらド紫になってドスケベです。そういうことですよ。だから、まあ、やりましょう。そう、せっかくこうなんつう大胆にいけるところを生かしてもらおう。そうですね。そうします。頑張ります。それでいきます。どうですか、ご理解してもらいました。そうですね、うん、まあやっぱり方向性って大事だなっていうの。そうですね。ブレちゃダメよ。そうっす、ね、そう。だからこれ多分ブレブレになると思う。本当に禁止したら。全然面白くないんだけど、お前、つって。なあ、つって。そうそう、おい、つって全然面白くねえぞ。ユアンドらしさがなくなっちゃいます、ね。そうそう。ユアンドらしさってか、お前らしさ、ね。あ、俺、うん、俺は適度にこう、あれするけど、急にっていうのがお前じゃん、やっぱ。仕事してもらわないと。そうそう。せっかくの。じゃあ、2013年。2023年。そうですね、23年。同じように、ね。10年さかのぼっちゃった。だからもうちょっと初心表明からはもうブレましたけども。もうブレました。はい、あれは、うん、あれなんですよ。治療になるっていうのは俺言おうと思ったんですけど、はいはい、最後じゃなかったんで。はいはい。いや、今度だからいろいろ振ってみようと思って。だからもう、最後来たら言わざるを得ないじゃん。もう言わざるを得ない。もう絶対罰金ですって言ってたから。そう。罰金覚悟で俺は言おうと思ってないんです。多分、アッキーさんも同じだったと思うんですよね。うん、うん。おそらく。うん。でも最後、板さんだったんで、うん、やっぱそこは、俺じゃない、その、一つ前で落としちゃダメだなって。なんかね、スカッたね。じゃあもう一個って言った。あれは面白かったけどね。そんな感じで、じゃあ頑張っていただきましょう。今年も。今年もデジタルタトゥー増やしていこう。増やしていこう。ということで、俺の編集にかかってる。傷口にもう塩を塗りたくない。塗っていく、塗っていく。塗っていく。もうあれですよね。だお尻はヤスリで拭くみたいな。そうです。もう本当もうそうです。そう、血まみれで頑張りますということです。陰毛ないよっていうぐらい。陰毛ってどうなんだろうということでね、まあ、最後に荒れましたということです。ご理解していただけたでしょうか。そうですね。はい。では頑張ります。はい。頑張らせます。はい。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。